まあ、最下位だったと、まあ、これが現実だったので、まあ、そこをどう18位から脱却する。チャオ元プロサッカー選手の宮野明です。今日も J リーグ新シーズンチーム紹介、やっていきましょう。今日のチームは、湘南ベルマーレとなります。湘南、まあ、僕の、ね、地元でもあるんですけど、そのベルマーレのチーム、今日は紹介していきたいと思うんですけど、2020シーズンが18位と、レギュレーションでは降格ですね。18位昨シーズンの最下位のチームです。最下位になってしまいました、ベルマーレ。まあ、そのベルマーレをまずは簡単にスタッツ、しっかり見ていきましょう。まずは勝ち点が27、仙台で1差だったんですね。得点が29と、失点が48。失点はそこまで多くないかな、他のところに比べると。だけど得点が29でやっぱかなり少ないっていうイメージですね、どこのチームよりも。なんでちょっとそこが気になるところかな。あとは勝率的には、勝ちが6、分けが9、負けが19と、なっております。やっぱ負け越しですよね。なので、勝ち星がやっぱ少ないし、負け越しが多い。引き分けも、まあ、そこそこあるんですけど、やっぱこの順位になってたっていう感じですね。まあ、本当に特別なレギュレーションだったので、降格は免れましたが、やっぱ新シーズンに向けて、今シーズンからやっぱ20チーム中4チームが降格になると、結構厳しいですね。この厳しいシーズンを乗り越えるにはどうすればいいかなっていうところも、じっくりとね、話していきたいと思います。まずはインアウト行きましょう。ウェリントンが、加入しましたね。中村選手、山形も行きました。名古選手も、鹿島からレンタル行きましたと。平岡選手、も、若いですけど将来豊かな選手も獲得しましたと。将来戦も含め、ベテランも含め、まあ、いい補強を割と、できたんではないかなと思います。その他やっぱりアウトですね。アウトがやっぱ結構痛いなと、結構大幅に出てっちゃったなっていう感じですね。まあ、レンタルで終了して帰っていった選手もいますが、イブスク選手だったり、松田天馬選手が京都に行ったりとかね、してますね。まあ、中心だった選手なんですけど、まあ、金子選手も浦和に行きましたと。斉藤選手がルビン火山、ロシアですね。あと、鈴木選手もローザンヌと。スイスに行きましたと。結構抜けちゃったなっていうね、イメージは強いです。主力だった選手が抜けちゃいましたと。さらに予想されるのが厳しいシーズンだと、っていうのがもう、始める前からちょっと見えちゃってるかなっていうのが、まあ、ちょっとすごい残念なところでもあるんですけど、結構きついよね。やっぱりその下位のチームあるあるなんですけど、やっぱりいい選手は自分の将来のことも考え、やっぱそこに移籍しちゃうっていうのは、まあ、結構あるあるなんですけど、やっぱそのチーム運営的に監督だったり評価のチームの男だったり、やっぱ運営するのはすごい難しい。下位のチームになってくるとどんどんやっぱね、いい選手を引き抜かれるっていうね、傾向にあるので、そのやり方しちゃうと逆になんかバランス崩してさらに、チームが衰退していくっていうパターンでもあるし、まあ、いろんなパターンで、チームもしかしたら降格になっちゃうっていうね、可能性も出てきます。だから本当に上位のチームよりもやっぱさらにマネージメント力が難しいっていうのが下位のチームなんですよね。特にベルマーレ最下位のチームだったので、まあここからどうするかっていうね、中軸を担っていた選手たちが抜けたと。センターラインからね、やっぱここ多くの人材が流出したっていう影響はやっぱでかいですね。サッカーにおいて、フォーメーションにおいて、センターラインっていうのはすごい大事なので、この幹の部分がいないっていうと、やっぱチームって不安定になりやすいんですよ。マイナス面を含めて新シーズンどうしたらいいかなっていうのを、まあどういったら勝てるのかな、残留できるのか、早く基盤を築けるかなっていうのが、まあ、ポイントであります。じゃあフォーメーションの方行きましょうか。新シーズンの352になりますね。タリク選手だったり、石原選手いますね。山田選手、まあ、昨シーズンと変わらずサブに補強した選手っていう基本的な形になっています。なので既存のシーズンを経た選手を中心に、今シーズンも戦うと。まあ、そういう面でやっぱり一番懸念されているのが、やっぱりその中軸を狙ってた選手が抜けたってことなんですよね。じゃあそこをどういかにカバーするか、現状のメンバーでは、まあ、最下位だったと。まあ、これが現実だったので、まあ、そこをどう18位から脱却する。まずは得点力をアップする、まあ、失点力は少なくするっていうところに注視を置いて、攻撃力をアップさせるかっていうのが急務な
課題だと思います。で、あと、ブラジル人の、合流がかなり遅れてます。なので、まあ、緊急事態宣言もなってるので、やっぱり外国ね、どのチームもそうなんですけど、やっぱり、ね、外国からする選手っていうのが、やっぱり合流が遅れてね、チーム作りにとってマイナス、なおかつ、去年最下位だったチームは、やっぱ厳しいっすよね、そういう一つ一つのことが、重くのしかかってくるんですよ。なんで、早くチーム作りたいのに、フルメンバーで揃えないっていう状況は、シーズンにかなり影響するなと思います。まあ、こういう小さな小さな事柄が、大きくなり、降格に直結しちゃうと、まあ、そういう、サイクルにならないようにどういう対策を練るかが、まあ、監督の手腕としてもありますし、いる選手たちで補えるような、団結力があれば、まあ、必ずいい結果っていうのは残せると思いますね。やっぱり残留が実質的な目標、ここが絶対的な目標になると思います。本当に湘南ベルマーレね、まあ、本当伝統あるね、すごいチームですよね。過去には中田英寿選手だったり、まあ、ロペス・ワグナー選手だったりね、ホン・ミョンボーとかね、1990年の後半もね、やっぱり J リーグの中でも一世風靡したような、もう強いチームだったわけですよ。それが近年、まあまあ、J1 に戻る、J2 からね、J1 でも定着してたんですけど、なかなか力が出せずにいるチームなんですけど、ベルマーレやっぱね、僕も地元の近くなので、まあ、本当に頑張ってほしいっていうチームです。まあ本当ね、自分の地元からなんかその J1 のチームがなくなるっていうのはなんかすごい寂しい気持ちしかないので、そうならないようにベルマーレの選手たち、監督たち、フロントスタッフ、もしくはサポーターの皆様には頑張ってほしいかなって本当にありますね。やっぱりその下位のチームになってくると喋るトピックがやっぱり残留に向けた話になってしまうんですけど、だけどいい選手はやっぱり山スクワラ選手だったり、山田選手だったり、岡本選手だったり、石原選手なんてもうすごいフォワードとしてピンポイントいるし、あと海崎選手ね、経験のある選手はいます。やっぱり張さん今京都の監督か新シーズンになるんですけど、まあ、そのリズムを持った選手たちもまだ残ってるので、まあ、山田選手、長野直樹選手の復調も期待したいです。この、ね、チームのキープレイヤー山田選手だと思ってます。山田直樹選手、まだまだ吹き込むような年でもありません。まだ30歳、今ベテランって言われるかもしれないですけど、今ね、もうベテランのね、年齢がどんどん上がっていきます。なので30歳、もしかしたらまだ中堅ですよ、ね。代表経験もある山田選手、やっぱりこのチームを引っ張っていかないとダメだと思うし、山田選手一人の力で、やれっていうのはなかなか無理があるかもしれないですけど、だけど、それぐらいチームのことを引っ張っていく選手にならないと、まあ、ダメかなっていう、そこは残留において絶対必要不可欠な要素だと思うので、山田選手の働きに僕は新シーズン、注目していきたいと思います。本当にね、この山田選手はね、もう怪我が多かったんで、そこの怪我がなくしてコンスタントに試合を出れれば、やっぱりしっかり活躍できると思う。まあ、その全然そのレベルにあると思うしね、まあ、復活してほしいですよね。まあ、一人の選手で残留ができるってもうエジムンドとかねしか見たことないんだけど、けど限りなくその活躍に近いようなパフォーマンスをすれば、やっぱベルマーレもね、残留に向けてのチャンスっていうのが必ずあると思う。まあ厳しいシーズンですよね、下位に向けてはやっぱ4チームも降格しちゃうっていうね。まあだけどそこのね、降格争いっていうのをリーグを盛り上げる、要素もあるし、残念だけど落ちるチームって4チームも決まっちゃってるから、その争いも熾烈なので、まあそういうとこもね、リーグにおいては面白い見どころのポイントだと僕は思ってるので、だからなんか僕的にはおおよその予想をいい意味で裏切ってくれれば、どうやって上昇気流に乗ったっていうその分析もね、逆にしてみたいし、こういうことやればチームってうまく回るんだなとかっていうのも気づきたいから、まあ本当にそういう面を見たい。本当になんか普通に降格するではなくて、一生懸命努力して県内脱出しましたとかっていう絵を見たいですね。けど今のままじゃ結構限りなくあれですよね、厳しいかなっていう現状ですよね。他のチームだってもう今回さ、清水エスパルスもいい補強したし、まあ、仙台もいない中でも割と補強したような感じはあったから、降格圏内にいるチーム、仙台、清水かな、横浜 FC もかな、やっぱその下位のチームもね、なんかね、新シーズン向けてね、結構いい補強してるんだよね。
だからなんかちょっとその1個下にいるなってベルマーレは思っちゃうんだけど、まあ本当にベルマーレは別に嫌いだからこういうこと言ってるわけじゃなくて、冷静に分析したらちょっと物足んないかなっていうのもあるので、まあそこをね、だからさっきも言うようにいい意味で裏切ってほしいっていうのが本当切実な思いです。まあそれもサッカーだからね、降格もあるし、優勝圏内争うチームもあるし、やっぱリーグの楽しさっていうのが一つでもあるので、まあそういうのをひっくるめて、やっぱ J リーグってどんどん面白くなっていくかなと思うし、やっぱ4チーム抜けるって前にもなかったことだからね。世界も基本的には4チーム、3チームっていう降格があるからね。まあ日本もそういうね、競争力のあるリーグになっていくっていうのは、すごい大事だし、まあ面白いシステムになってくれそうだね、新シーズンからは。なんで見どころはいっぱいあるので、まあ、湘南ベルマーレもね、中盤の3人、主力が一気に抜けた、この穴をどう埋めるかっていうのがすごい大事なポイントだと思うので、かなり危機的状況になる湘南ベルマーレがどう這い上がるかっていうのを楽しみに新シーズン始まるのを待っててください。必ずね、底力っていうのを見せてくれると思うので、ベルマーレ僕も、本当に応援しています。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。そしてまた次の動画でもお会いしましょう。チャオ。